ちゃこんにちは。さあ豊さん、日本ハム、もうこの秋季キャンプ、フェニックスリーグから結構ガンガン行ってますし、さらに新しいコーチ陣も続々と、うん、まあ、曽我君ね、はい、上がってきてます。そうだね。まずびっくりしたのが、はい、八木さんが入閣です。入ってきます。まあ、あの代打の神様、はい、阪神、阪神まあ阪神つながりだろうね、はい、うん、これびっくりしました。なんでえっと思って、ハムの OB かなって。いやいや、阪神の OB ですよね。そうそうそう。だからこれはやっぱり新庄さんのそのパイプライン、人脈だよね、はい、うん、何が聞きたいの。これ八木さんを入れたっていうのはどういう意図だと思う。いやいや、そのバッティングだよね。八木、うん、もいいバッターだったしね、はい、うん、代打の経験も豊富だし、はい、まあ、レギュラーの時期もあったしね、うん、しっかり喋るしね、はい、だからいいと思うけどね。これは豊さん的には、あ、見てよかったなというか、驚きはそこまではなかった。驚きは何にもないよ。いや、ただその阪神 OB だから、はい、まあ、北海道まで飛ぶんだなと思ってそれはちょっとあれかもわからない、はい、でも八木は俺いいコーチになると思うけどね。あ、そうなんですね、うん、楽しみ。だから言葉もそんなに多くないし、はい、やっぱポイントで教えていくようなタイプだから、うん、だから俺は八木はいいと思う。お、そして、はい、ピッチングコーチに立山さんが。立山入ったね。はい、解説をね、今年ずっとされてて。立山入るとは思わなかったけど。あ、それは豊さん、逆にそっちの方がびっくりだったですか。まあね、立山は育てるのはうまいと思うよ、はい、で、しっかりした理論も持ってるし、はい、今年1年ずっと放送席からもずっと見てたし、はい、それはやっぱこう分かってると思うよ、いろいろなことが、うん、ただ監督と合うか合わないかっていうことだよね。新庄監督と合うかどうか、うん、まあ、だからどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、はい、新庄も途中から武田勝っていうピッチングコーチを、はい、まあ、2軍にやったりだとか、うん、はい、いろいろしたぐらいやっぱこう過激なんだよね、やり方が、うんうん、だからそういう意味で立山合うかなっていう、うんうん、立山もやっぱり自分の考えはしっかり持ってる男だから、はい、そこら辺やっぱりしっかり監督と話をしといた方が、うん、まあ、いいと思うけどね。でもコーチとしてはものすごく優秀なコーチだ。じゃあやっぱり日本ハム今年の課題でピッチャー、まあ、中だったりとか、まあ、中継ぎ投手陣だよね、はいはい、立て直しというか、うん、そこの整備っていう、まあ、でも1年経って立山が入るっていう決断をし、はい、まあ、新庄も呼んだっていうことを考えるとさ、はい、まあ、そこら辺のすり合わせっていうのは多分できてるはずなんだけどね。だから、まあ、期待はしたいと思うし。そうです、ね、うん、まあ、全日本のピッチングコーチだからな。あ、まあ、そうですね。そうそうそう、そこは強いですよね、やっぱり、うん、そして、まあ、人柄もいいからな、立山は。そうなんですね。あ、なんか解説になられたの、メガネもかけられて、うん、なんかすごくこうピシッとされて。ピシッとしてるよ。あ、もうそうなんですね。ピシッとしてるけど、うん、まあまあ面白い男だけどね。あ、実際は、うん、そして、まあ、師弟関係でしょうかね、森本ひとりさんも入られました。これはやっぱりこう新庄が一番楽なんじゃない。心許せる。そうそう、よりどころという意味では、うん、やっぱり一人がいてくれるとやっぱ助かると思う、うんうん、で一人はやっぱ受け入れる力っていうのをすごく持ってる男だから、はい、だからそういう意味ではやっぱりよりどころとしては最高の男だよね。それとやっぱ真面目だから、野球に関しては、はい、あれもう外でふざけまくってるでしょ。はい、そうです ねふざけまくってるけど、野球に関しては本当真面目な男だから、うん、これは新庄とよく似てるんだよ。だから新庄って意外にこうなんか球場でも見せ方とかさ、うん、ふざけた感じはするけど、野球に対して本当真摯に取り組んで真面目な男でしょ、新庄も、うん、一緒にも一緒だから、そういう教えをされてるし、はい、新庄から、うん、だから本当にいいコーチが入ったなっていうふうには思うよね。じゃあこの新しい3人のコーチが入ったことで、今年の日本ハムとはまた違う来年、何かさらに上に いやもう新庄は来年は勝負の年だっていうふうにやっぱ思ってるだろうし、はい、今年で一応見極めっていうのは分かっただろうし、はい、この新庄の野球っていうものもやっぱ日本ハムの選手たちは俺は分かったと思うから、はい、だからそこに向けてこうはみ出す人間はこうクビにされるよね多分。そうですね、やっぱ厳しい、やっぱ厳しいよ、
あのフェニックスリーグでもさ、はい、木田二軍監督に対してぬるいって、はい、そうなんですよ。まあ状況は分かんないけど、はい、ぬるいっていうふうなことをしっかり言ってるしね、はい、まあ、その中でフェニックスリーグに参加しているメンバーの中からクビになった選手もいるし、はい、だからここら辺はやっぱアメリカ的なんだよ。できないと思ったら赤紙が貼られるというかさ、もういらないっていう風に言われる、うん、だからやっぱちょっとでも抜いてるところを見せるとやっぱ新庄って嫌うし、はい、新庄ってやっぱ生き方も一生懸命じゃん、はい、やっぱファンを取り込むのに、うん、ね、どうしたら一番見え方がいいかとかそういうことまで考える男でしょ、うん、で野球だって奇想天外のことをやりながらこういう野球もあるんだよっていうことを見せてるよね、はい、それが各球団ちょっと真似してきてるというか、まあそういうところもあるし、だから批判にさらされても強い男だよね。だから自分に対してもやっぱこう厳しい規制も持ってると思うし、これが自分に甘くて人に厳しいだけだったらこれ人ついてこないけども、おそらく自分にも厳しいと思うよ。だからそういう意味では来年もっと厳しくなると思うよね。楽しい野球ではあるけども、やっぱり楽しい野球やるためには裏でやっぱ厳しいことをやっとかないと、裏も楽しい表も楽しいじゃさね、もうダラダラのチームになるから、だから緊張感も持ってると思うよ今フェニックスリーグで。今シーズン終わってからやっぱりガラッとやっぱりそのあたりって非常に厳しいっていうの、厳しさを出すように。いやでもそれは言ってきたじゃん、はい、今川が靴で打ってたらお前帰れって、うん、もうフリーバッティングやめろって、お前何スパイク履かないんだっていうようなことから始まってるじゃん、はい、いや厳しさはもう見せてきてるよ、うん、できなかったらできないで使わないよ、はい、ね、一通り使ってみてもう見極めてるから新庄監督は、うん、ね、いや新庄監督の間は俺はまた一軍に呼ばれるかなってとんでもないです、うん、来年から厳しいから。そうですね、もう狙うはもう、うん、あの優勝しかないっていうふうに最後も、いやもちろんもう、いやもちろんそうだと思うし、そうじゃないと困るよねプロ野球ファンが、まあ、そうですよね、うん、一チームだけ遊んでるっていやそれじゃいかんだろう、うん、やっぱ新庄だってプライドの高い男だからさ、はい、ヘラヘラしてるつもりでも中ではしっかり焦点を見据えてるから、ね、うん、だからそういう意味では表だけを選手もね、はい、信者の表だったことだけをこう見てると本当に足元すくわれるよ。だから12球団で一番厳しい球団になってきてるかもわからないよ、うん、そうですね、それはそうだね。だからアメリカ的なんだよ考えが、うん、だからできない、あこれ気抜いた将来的にどうなんだ、あもうクビにしとけって、もうそんな感じだよ。そうです、ね、アメリカってもうスパッと行くんですか、ね、いやスパッと行けると思う、うん、彼だったら。あと木田さんにも言ったってことはやっぱコーチ陣に対してもそういう思いだっていうこと。いやだから緊張感はあるよね、うん、はい、いや逆に監督がこうやってやってて目立ってるけども、うん、ね、裏でコーチ陣がしっかり選手をこう締め上げとかないとダラダラになっちゃうからね、うん、そうですよね、うん、やっぱこういろんな変化をしてきてるよね日本ハムってすごく、はい、やっぱ新庄監督がわーっとこうぶち上げて、うん、でだん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 こうあれしてて厳しくなってきてるっていう、これはやっぱり勝負に入った時に人間って厳しくなるよ、うんうん、だから組閣もしっかりして、はい、ね、立山森本一人八木って、はい、いいコーチを呼んだと思う、うんうん、だからコーチが野球やるわけではないけども、やっぱそのチームとして行こうとするときにいろんなパーツだとかいろんなことを育てるためにはやっぱコーチっていうのは必要だし、うん、だから立山森本一人八木っていうのは、まあ、素晴らしいコーチになっていくと思うしね。そうですね、うん、期待したいと思います。そうですね、来年の日本ハムは、ね、厳しさの中、そしてやっぱり上位優勝というところを目指して、その姿どういう野球をやるのかもまた楽しみですね。まあ、開幕投手も決まってるからな、早いからな、早いですよね、加藤大丈夫かみたいなね、もう今から今から、まあ、今から緊張することはないと思うけども、はい、やっぱ、うん、でもいいところに目をつけてるなって俺は思うけどね、新庄監督、いや加藤という、あ加藤投手にするってことですよね、うんうん、まあでも期待したいと思いますよ。そうですね、はい、来年も日本ハムから目が離せません。はい。